はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の理科やっていきましょう。で、今回はこの5問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。ごめんね、ちょっと相変わらず風邪っぴきでちょっとね、咳込むと思うんですけど、お許しください。では今回は中2で習う、体のとこですね、をやっていきます。で、まあ図は一応板書で書いてあるので、一回下げちゃいましょうか。ちょっと画面下げますね。よいしょ、ほ、もうちょっとか、この感じいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題の画像はツイッターにも貼っておくので、もし使うようだったらそっち使ってみてください。で、まあよく出てくる図ですね。今ちょっと、問題文に書いてある図より、ちょっとかなり簡単な図にしちゃってますけど、まあこんな感じ。で、一番下の、体のそれぞれの、今回組織か、の部分は、書いてありません。あんまり問題に関係ないので、今回は。で、まず1番が、その A から F があった時に、その中で酸素が最も多い、血管と、あとは養分が最も多い血液を含む血管の部分ですね。で、これ答えからいきます。まず酸素に関しては B です。B。で、これちょっと説明します。酸素が多い血液のことを、一応書いておこうかな。右入るかな。酸素が多い血液を動脈血っていうのね。動脈血。で、この簡単な図で書いた時の右側が動脈血です。右側の方が酸素が多いっていう風になります。で、動脈血って言うんですけどこれね。で、逆にこっち側、左の方、静脈血って言って、二酸化炭素が多くなります。だからこの図で言うと B とか D は右側にあるから酸素が多くなると。でも、その中でも一番多いのは B になる。なぜかっていうと、酸素っていうのは肺で、まあ、取り入れる。つまり肺で取り入れて、取り入れたすぐ、すぐ後ね。すぐ後の血液が一番酸素が多くなるので、B が最も多いという判定になります。心臓とかでも吸収、だんだん酸素減ってっちゃうからね。だからもちろん多いんですけど、こっちの方が。だけど B が一番多いというふうに覚えておきましょう。で、養分ですね。で、養分が一番多いのが、よいしょ、E ですね。で、これは、ごめんね。小腸、ここにありますね。小腸で養分吸収するので、養分が一番多い。ここで吸収したから、吸収したすぐ後の血液が一番多くなる。だから E が今回養分一番多くなります。いいかな。で、次の問題ですね。問題としては、白血球の働きについて述べた文として最も適当なもの。つまり、この4つから白血球の仕事どれなのっていう判定をしていきます。で、答えだけ書いてもいいんですけど、せっかくなんでね、この血液を固める、まあ、出血した時に血を固めるのとか、酸素を運ぶのとか、それがそれぞれどれの役割なのかを覚えておけば、違う問題出された時、白血球じゃないのを出された時もね、対応できるので、ちょっとね、復習がてらやっていきましょう。で、出血しますよね。怪我した時に血が出ると。で、血固まるじゃないですか。で、それをやってくれる、血液を固めてくれるのが、血の小さい板と書いて、血小板と言います。血小板。いいね。で、次、細菌を捕らえる。問題文だと、体内に入った、つまり体の中に入ってきた細菌を捕らえる。これが、今回の答えですね。これ白血球の仕事です。つまり、白血球選びなさいなんで、答えは E になります。これは、ちょっと2番で分かるようにこうしとこうか。答えは E ですね。これが答え。で、酸素を運ぶ。これが、赤血球ですね。で、今回詳しくは話さないんですが、赤血球の話だったらヘモグロビンについても必ずセットで覚えておいてください。復習でね、動画貼っておきますんで、よかったらそちらも。で、次が、ブドウ糖をグリコーゲンに変えてくれるやつですね。で、これは、ここにある肝臓がその役割をしてくれます。
ちょ、ごめんね、重点話した。という感じ。まあ、今回の答えとしては、白血球じゃなくて、白血球になるんですが、血小板とか赤血球の方もよくね、出てくるところなので、役割と名前をね、ぜひセットで覚えておきましょう。では、次ですね。問題文にあるように、動脈の壁ですね。まあ、動脈と静脈があります。で、混ざっちゃいけないのは、動脈と静脈、そして、動脈血。書いてないけど、静脈血はバラバラだからね。そこ混ざらないように気をつけてください。で、まあ、戻ると、動脈の壁っていうのは、静脈より厚くなってます。壁が厚いんです。いい。で、その理由なんですけど、で、これは同じようなことが書いてれば大丈夫です。入るかな？ちょっと書きますね。壁が厚い理由は、心臓から送り出される血液の圧力に耐えるためと。まあ、こんなことが書いてあれば OK です。で、どういうことかっていうと、ちょっと聞きますね。よいしょ。心臓ってのはポンプってよくね、言われますけども、血液を送り出すポンプの力から、送り出す血液をバーンって出していく力が、まあ、心臓が賄ってるわけなんですが、もちろんその勢いってかなり強いものなのね。で、その心臓から出てくる後、動脈になるけど、その圧力、ボンって出した力に耐えられないと破れちゃうんだよ、血液。血液破れちゃったら死んじゃうからね、下手したら。なので、そこのポンプ、心臓のポンプの圧力、ボンって出す力に耐え切るために、これ、動脈の壁は厚くなってます。いいかな？これ覚えておきましょう。で、せっかくなんで、静脈の方の特徴。いいかな？静脈ね。静脈の方が壁は薄いです。薄いんですけど、一個特徴があって、これ弁があります。静脈にはね。ごめんね。で、弁がある。なぜかっていうと、逆流を防ぐためとなります。だから、もし静脈の特徴が出てきた時には、弁がある理由としては、逆流を防ぐためっていうのもぜひ覚えておきましょう。で、次が、人の毛細血管から細胞へ養分を運ぶ仕組みについて述べた文があって、で、A と B に当てはまるものをそれぞれ記号で書きなさいと。で、かなり簡略化したものしか書いてないんですけど、毛細血管からホニャララが染み出て、ホニャララとなると。で、それが仲立ちをするっていうふうに書いてあるんですが、もうあるもの、毛細血管からね、ホニャララが染み出て、ホニャララとなる。ここだけ覚えておきましょう。いいかな？で、染み出るものは、下に書いておこうか。結晶です。ごめん。結晶ね。だから今回の記号で言うと、ウになります。が染み出る。で、それがあるものに変わる。何かっていうと、こっちに書こうかな。組織液と。に変わる。だから今回の選択肢で言うと、おになります。自分の動画もそうですけど、みんなが学校で習った時は、赤血球、白血球、血小、こいつね、血小、そして血小板。この4つが基本的にセットで勉強してるはずです。で、血小の小はかなり難しい漢字を使うので、ひらがなで OK です。間違っても血小板の小の小さい字を書かないでください。バツくらうからね。まあ、ひとまず、組織液じゃない、毛細血管から血小が染み出て、組織液となるという流れをここでね、押さえておいてください。で、ラストです。今回、尿の生成、まあ、おしっこですね、の生成についての問題なんですが、有害なアンモニア、体に良くないアンモニアっていうのができます。で、それが、まず、ホニャララで、無害、体に悪くないね。悪くない尿素に変えられると。いいかな？で、これ、どこで変えられるかっていうと、これ、肝臓で。中に、あ、いいんじゃない？これ文字だもんね。肝臓で変えられます。
いいかな。で、肝臓で尿素っていうのに変えられて、ほにゃららで腰取られる。まあ、取られるっていうことなんだけど、どこかっていうと、これが腎臓です。で、腎臓に関しては、漢字で、選択肢が書いてあるところもあるんですけど、ごめんね。一応ね、教科書とか、まあ、受験問題見てもひらがなのところも多いので、まあ、今回ひらがなにしてありますが、もちろん漢字で書いても大丈夫です。いいかな？腎臓で腰取られると。で、その後尿として、まあ、体外に、まあ、膀胱で一回ね、こう、溜められて排出されるみたいな流れもあるんですが、ひとまず、有害なアンモニアを無害な尿素に変えるのは肝臓です。で、変える。で、その後腎臓で腰取られる。腎臓は体に良くないものをこう、フィルターみたいな感じで取って、それを出していく、出すとか、取ってくれるとこなんですけど。だから、この血液の中で、まあ、今回問題にはしてないんですが、不要な物質、体にいらないものね。不要な物質が一番少ないのって聞かれたら腎臓のすぐ後です。ここが答えになる。なぜかっていうと、この腎臓が体にいらないものをこし取ってくれてるんで、いや一番綺麗って言い方もあれだけど、腎臓のすぐ後が不要なものが一番少なくなりますので、まあ、今回一番みたいな感じで、不要なもの一番少ないのはどこですかって聞かれたら、腎臓の後の部分をぜひね、答えてみてください。では、今回のね、この体の仕組みの問題5問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。